こんにちは、プロコーチの山本誠二です。さて今回はですね、女性アマチュアゴルファーに向けたレッスンをやってみたいと思います。やっぱりね、女性はね、やっぱりゴルフをやりたいと思ってもですね、やっぱりスイングも綺麗 でなおかつ飛距離も出てスコアも出れば、まあ、最高ですよね。なかなか難しいんですけれども、一応トライをね、してみたいと思います。それではですね、私のこの番組のパートナーを務めていただきます、新井美穂さんを紹介したいと思います。どうぞ。こんにちは。こんにちは、新井美穂です。よろしくお願いします。はい、ね、この私の番組で、はい、まあ、もうスイングをきれいに、ね、うんうん、そしてスコアも飛距離も、うん、これをね、やってみたいと思うんですけども、はい、その重責をね、ちょっと担ってもらおうかと思って、はい、はい、お願いします。頑張りますので。どうも、はい、じゃあちょっと新井さんのゴルフ歴というか、はい、ね、どういう感じか。ちょっとゴルフ歴は2年ですね。2年、はい、でベストスコアは、うん、78です。78です。でも平均は、うん、まあ85から90ぐらいですね。さらっとするようなこと言うんですけどね。いや、でももっともっとちょっと上を目指して頑張っていきたいので、もっともっとね、はい、ね、この番組ではですね、新井さんが、初めはいくつでしたっけ。初めですか、はい、一番最初のバンドですか。最初は130とか40とか、もう最初はルールすら知らなかったので、まあ、初めは面白いもんね。そうなんです、うんうんうん、だからもうスコア数えてるところじゃなかったですね。あー、最初はなんか記憶にあるね。はいはいはい。そこからね、はい、やっぱり一つずつこうやっていって、はい、で飛距離も伸びてスイングも綺麗になって、でまだまだなんですけれども、まあ、あの新井さんがやってきた、ね、このこうあれをたどることによって皆さんも上手くなっていくと思いますので、二人で頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは早速レッスンに行ってみたいと思います。それではですね、早速レッスンの内容、はい、まあ、ゴルフといえばいつも何からやりますかね。いつも、まあ、グリップこうやって持つこと、ね、はい、そうそうそう、まあ、あのレッスンほんな始めましょう、ゴルフの基本はって言ったら、はい、グリップから言ってね、そうですね、やるんですけども、はい、まあ、これ新井さんに僕が教えたようにですね、グリップはもう自由でいい。そう、自由でいいんですよね、うん、このままこのままこう掴めばいいんです。掴めばいい。なんかここの角度とかは気にした方がいいですか。まあ、最終的にこうあの細かいテクニックになってくると、はい、まあ、いるんですけど、でもその時に初めに基本のグリップってやったら、じゃあこういう球を打ちたい、こういう球を打ちたいって言った時に、うん、やっぱりボールの位置とグリップっていうのはパッと変えれたら一番いいや。あ、変えてもいいんですね。変えても変えてもとなるのよ。だから、はいはい、ね、だからいつも同じじゃないといけないんだなって思うよ。そう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 。だからこう綺麗にグリップ、これが綺麗なグリップですってやってもうたら、はい、じゃあ変えてくださいって言った時に、いやもう変えれませんってなるから。いや、なりますなります。こんなら困るわけよ。そういうことなんですね。ここはやっぱりその上手くなってもらわなあかんから、はいはい、ね、ほなドロー打ちたい、フェード打ちたいって、うん、なった時にグリップ変えますよっていう時のために。なるほど。まずはやっぱ自由に、まあ、ある程度制約としては、はい、まあ、右手が前、右手が前、左手が後ろ、左手が後ろ、ね、あと、まあ、グリップの種類で言うと、はい、ちょっとクラブあった方がいい、ね、あ、じゃあクラブ持ってきますね。じゃあちょっとクラブやっとってきました、はい、あ、早いですね、はいはいはい、じゃあグリップ、ね、はい、まあ、一応基本的によくあるのはこのオーバーラッピンググリップ。オーバーラッピング、ね、小指をね、左手の、はい、人差し指の上に、右手の小指をこう乗せる。なるほどね。それからインターロッキンググリップ。インターロッキング、これは、左手の人差し指と右手の小指をこう絡ませる。そうそう、なるほど。で最後はあのベースボールグリップって言われるよね、はい、こうもう完全に、小指と人差し指を絡ませないで、絡ませない、あ、まあ、そのまんま、うん、テンフィンガーグリップと言います。ね、はいはい、いう、まあ、これが大体大きく、ね、分けてあります。今先生にいろいろ教わったじゃないですか、うん、握り方、うん、それって自分に合うのはどれかってどうやって決めればいいですか。うん、やっぱり、ね、握ってみては実際にクラブをこう振った感じ、振った感じ絶対違和感って感じるから。じゃあちょっと一つずつやってみる。あ、
はい、やってみたいです。じゃあ、オーバーラッピンググリップ。オーバーラッピングだから小指をこう、はい、そう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 、乗せればいいです。これをちょっと振ってみますね。そう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 、もう慣れないから違和感、うん、が小指と、なんか小指、なんか手が離れちゃいますよ。離れるよね、はい、これやっぱもうこれでずれるということやから、まずこれはもう合ってない、ちょっと合ってないですね、うん、はい、でこれじゃあインターロッキンググリップ、この人差し指と小指をこう絡ませる、はい、はい、ここからここから違和感があるんですけど、うんうん、これでクラブが、ヘニョヘニョです。もうあかんやん。じゃあ一応やっとく、一応テンフィンガーね、テンフィンガーですね、うん、あ、ベースボール 今やってる、はいはいはい、そうそう、これはやっぱり、うん、もうこっからしっくりくるんですよね、うん、あうん、まあ、それはこれだなさやってるからやけどこれだな。じゃあ女性アマチュアゴルファーの代表としてはおすすめはどれになりますか。私の中ではやっぱりベースボールグリップが、うん、何も考えずに握れるので、ということで、今回のテーマ、グリップは自由、自由、これ分かりましたね、はい、はい、覚えました。じゃあ皆さんもしっかりこれから上手くなるために、とにかくゴルフクラブを暇があったら握ると、好きなように握ると、だから素振りでもいいんでね、こう、なんか自分のイメージの、ね、湧くまま、ね、クラブになれるということが大事だと思いますので、やってみてください。はい、今回のテーマはグリップの次はさあ何しましょう。握ったら、うん、まあ、構えますよね。構えますよね。アドレス、だからこれですか、うん、アドレス、やっぱりかっこよく見える、はい、ね、これアドレスで、やっぱり、人がパッと見て、あ、かっこいいなって思うアドレスは基本的にはいいアドレスやから、教えてほしいね、はい、これをちょっとやっていきたいと思います。お願いします。はい、じゃあレイさん、ちょっと、僕が教えたアドレス、はい、これちょっとやってみてください。肩幅ぐらいに開いて、ね、うん、まあ、グリップは真ん中ぐらい、うんうん、終わりですいや、てかアドレスってそんなに考えたことない。いや、アドレスは教えてもらったことないです。マジでないです。今来ましたねうん、そうですね、アドレスってあんま教えてもらったことないです。自由にアドレスしてて、そうです、そうです、え、うそ、グリップと同じようにアドレスも自由でいいよって。え、コーナーやってなかった。やった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 、ね、何でしたっけ、うんうん、こうやっぱね、もうこう話するよ、はい、ね、アドレスはやっぱりね、形としてはやっぱりこうま、はい、っすぐこう構えてしまうよりも、ちょっとね、この右手で、右の腰をちょっとこっちを押してあげる、ほう、そうそうそう、で今度ちょっと左サイドの方がなんかちょっとアインみたいになるけど左サイドの方がちょっとこう上がるからね。上がってます、上がってます、そうそうそう、はい、この状態でクッと構えたら、あ、やったよね、やりましたね、やりましたね懐かしい、はいはい、ちょっとやってみてください、ね、これを、はい、足は肩幅でいいんですよね、うん、肩幅で右腰をクッと押す、そう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 、でそのまんま構える、そうそうそう、でそのまんまだと、はい、あ、こんな感じになってるかなってます。これやっぱね、腰をやっぱどう落とすかが、あ、これやっぱ腰の落とし方でもうめっちゃかっこ悪いかかっこいいか決まってくるから、腰の落とし方ですか、落とし方ね、うん、これやっぱりほら練習場でこう後ろ歩くときはこういう形で見てるから、はいはい、ね、で腰がこう例えばこうアドレスしたときにあんまりこんなことになってたらなんかケツゴリラになるから、ケツゴリラ、これケツゴリラって言うんですよ、ケツゴリラ禁止です、ね、お尻がこう出るのは禁止、そうそう、ほんでなんかやっぱりなんかこんな中途半端な感じになると、はあ、なんかほらあの人類の進化みたいなあれやっぱネアンデルタールぐらい、アストラロピテクスみたいな、あ、そうそう、あんな感じになってしまうからなるほど、それもやっぱおかしいと、はい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 、だから、この正面から見た時のこうグッとこう、はい、グッと、ね、対して、まあ、ちょっとどれぐらいかって言ったらね、高いあのほらキッチンとかダイニングに置いてる あの椅子あるやん、はいはい、椅子ですね、あれにねこうちょっと腰掛けてもらう、ちょっとこっち向いて、ちょっとこっち向いて、でまずは左腰で構えて、ちょっと腰高いですね、ちょっと、あ、そう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 、そうした時に、はい、うん、そうした時にこの肩からねこう、うん、こうずっとしたりで、下ろした線に、はい、ちょうど自分のグリップの、ね、手が交わるぐらい、これがよし打つぞって言って手がこうやって伸びるとこれ結合になる。ああ、なるほど。これやっぱ近すぎてもなんかもうおかしなことになる、ね。ああ、窮屈です。うん、うん、だからちょうど、うん、そうそう、これぐらい。
これはねやっぱね綺麗にかっこよく見えるためにもねあのいつもこうなんか鏡の前をパッと通り過ぎる時はね、はい、やっぱ女の子はチェックしとけばいい、はい、はい、簡単ですね。簡単でしょ。右腰を押して構えて椅子に座る。そう。ほんでこう正面こっち向いて、はい、はい、そうで正面に向いたらちょっとそれやって、はい、右腰を押して構えて椅子に座る。そう。そうした時にやっぱり左サイドがこうちょっと上がってる方が、ね、やっぱかっこいい。うん、なるほど。いうことです。あとちょっと女の子の観点とかどう、アドレスでなんかない。足ってどれぐらい開いたらいいんですか。肩幅がやっぱりベストなんですか。うん、肩幅がベストやね。でもウェッジを打つ時とかってやっぱなんかよく狭めた方が打ちやすいとか、うん、言うじゃないですか、うんうん、それはどうなんですか。もっと狭めるってこと。肩幅より もっと狭めた方が。ドライバーでもなんかこんなするの。ドライバーは違います、ね、はい、うん、まあだから基準肩幅で、はい、ちょっとクラブがこれから長くなっていったら、はい、まあ、ちょっと広めにする。あ、ちょっと広め。でもあんまり広げないほうがいい。なるほど。ちなみに姿勢はどうですか。すごいこうピーンと伸ばした方がいいのか、うんうん、まあ、ちょっと猫背の方がこう回しやすかったりするのかとか。これ実はちょっと猫背だね。猫背って言っても、はい、なんかほんまにこう丸めるんじゃなくて、はいはいはい、まあナチュラル。まあ今こう普通に立ってるぐらいでいいですかね、うん、これ大体こんな張ってまうとね、はい、大体これまたやっぱこうなってくる絶対おかしい、ね、出てきちゃうね、おかしいおかしい、はいはい、なので、まあ、ほんまもうナチュラル。ナチュラルに手の位置が大体こう前行ったりして覆ってたら、まあ、大体普通に肩甲骨がいい形でこうね、はい、若干ちょっと丸くなってる方が、はい、いいかと思います、はいはい。じゃあこれでねグリップとアドレス、はい、ゴルフのスイングの、ね、一番初めの初級をねこれ終わりましたんで簡単にちょっと おさらいしていきましょう。はい、お願いします、はい、じゃあグリップは、グリップは、うん、ベースボールグリップが私は一番握りやすいです。はい、はいはい、じゃあそしてアドレスは、アドレスは、まずは右腰を押して構えて椅子に座る、はい、座る、はい、その時のチェックポイントは左サイド、左肩が右肩よりも上がってるかどうか、ね、それと、ちょうど手がね、まっすぐ下に、ね、降りてるか、こっち見てみて、はい、3対3、そう、そう、で、これがまっすぐ下に降りてるかどうか、ね、あと、まあ、背筋はあんまりこう伸びなくて少し丸くていいので、あと下半身がちょっと、あ、リラックスしてるな、あ、この子なんかうまいんじゃないの、力抜けてるねっていう感じがいいよね。ちょっとリラックス、はい、はい、っていう感じになります。なるほど、はい、簡単ですね。簡単ですね。ちょっと分からなくなった時はこれをおさらいすれば、おさらいすれば綺麗に戻るんですね。やっぱりよく鏡で見てね、はい、どうなってるか。なるほど。やっぱりもう女の子はもう綺麗さが一番です。そう、見た目はちょっと大事ですね。綺麗になりたいです。まあなかなかね、その自分の習得をするためにはまあ練習、反復練習もねいるかと思うので、はい、しっかり頑張っていきましょう。はい、次回から、ねはい、いよいよちょっとスイング編に、行きたいと思います。あのドリルが出るかもしれません。ついに。それではまた次回。